2023年のプロ野球ドラフトが終了し、阪神タイガースは新しい才能を発掘すべく育成選手を含む8名をピックアップしました。今回はその8名の各々の特徴やコメントなどを紹介していきます。近年阪神タイガースは新人選手の台頭が目覚ましく、特にドラフト1位指名選手が躍動しています。現在のレギュラー陣を見ると、2016年の1位指名である大山雄介選手、2018年に1位で指名された近本浩二選手、2020年1位の佐藤輝明選手、そして2022年1位指名の森下翔太選手と、それぞれ2年おきにドラフト1位で獲得した選手がチームの中核へと飛躍。この結果は阪神のスカウト陣の緻密な評価が内部で高い信頼を得ることにつながっています。岡田監督もスカウト陣に全幅の信頼を置いており、そんなに見てない見てない、スカウトの1年間の成果やからな、そら最低限は見るけど評価はほとんどスカウトに任してるよ、唯一の正月やねんから、と語り、詳細なビデオ分析は行わずスカウトの判断に委ねているとコメントし、ドラフト会議に臨みました。虎のドラフト選手獲得方針。ドラフトに臨むにあたり、阪神の岡田彰布監督は1位で即戦力となる投手を選ぶ意向を表明しました。2023年ドラフト候補選手は特に大学生の好投手が多く、佐々木朗希世代と呼ばれる今年の大学生投手陣は例年にない充実ぶりを見せています。特に青学の常広選手、下村選手、東洋大の細野選手、中央大の西舘選手、亜細亜大の日下選手、国学院大の竹内選手、桐蔭横浜大の古座選手と、どの選手も上位指名が予想されるほどの才能を有しています。久々の観客を迎えての開催となった今年のドラフト会議では、ファンの期待を一層高めるため、昨年同様に阪神は誰を1位指名にするのかなど、具体的な名前は明かしませんでした。常勝軍団を目指すビジョンを持ち続け、即戦力の投手だけでなく、育成の難しさを理解しつつ、将来性を秘めた高校生野手の買い指名や、将来のキャッチャー育成にも積極的な姿勢を見せていました。阪神タイガース1位指名は投手、下村海斗。そんな中、阪神はドラフト1位で青山学院大学の下村海斗選手を単独指名で交渉権を獲得しました。西宮市出身の下村選手はジャイアンツカップ出場の経験を持つ宝塚ボーイズの出身、高校時代は九国大附属高校で注目され、高3の春には最速149キロを記録。大学進学後、青山学院大学での活躍は目覚ましく、1年時には最速150キロをマークしました。不運な肘の手術を経て見事に復活し、3年時にはリーグ戦で防御率 1.72 を記録するなど、先発投手としての安定感を示しました。4年春には155キロの速球を武器に33期ぶりのリーグ優勝に大きく貢献し、全国大会でも力投を見せています。速球だけでなくスライダー、カーブ、フォークなどの多彩な変化球も魅力的な投手です。記者会見で下村投手はドラフト1巡目で指名されたことについて、自分自身兵庫県西宮市出身で阪神タイガースを小さい頃からずっと見てきたので嬉しかったですと語りました。下村選手の身長は恵まれているとは言えませんが、岡田監督は今シーズン最優秀防御率を記録した村上選手と比較し、村上に似たタイプ、カットボールはえぐいと聞いていると語っています。村上選手が175センチ、80キロであるのに対して、下村選手は174センチ、73キロと体格がほぼ同じです。プロ野球選手としては小さい体格でありながら、結果を出している村上選手のような、鋭い球で相手の打者を支配する力が、下村選手にある可能性があると期待を寄せているようです。下村選手にとっても身近に似たタイプの成功例がいることからも、阪神という球団は最も適した球団なのではないでしょうか。即戦力ルーキーとして小柄ながらも大きな存在感と実力をプロの舞台でも発揮することが期待されています。阪神タイガース2位指名は投手、椎葉剛。阪神がドラフト2位で選択したのは独立リーグ徳島インディゴソックスの投手、椎葉剛選手です。島原中央高校で捕手を務めていた椎葉選手はミキハウスへの入社を機に本格的にピッチャーに転向しました。2023年に徳島インディゴソックスに所属した最初の年に21歳の若さで急激に才能を開花させ、リリーフとして最速159キロをマークする速球と鋭いスライダーを武器にリーグ最高の奪三振率 11.77 を叩き出しました。投球のコントロールには若干の課題があるものの、独特な投球フォームから繰り出されるボールの質は非常に高いと評価されています。ロングリリーフを務めるなど持久力にも優れています。その活躍でセットアッパーとしてチームの優勝に貢献しました。
椎葉選手は阪神 OB の藤川球児氏を尊敬する選手として名前を挙げ、ストレートに魅力があると言っていただいた。1年目から1軍に入って、藤川球児投手のようなファンから登板すると勝てると思ってもらえるような投手になりたいと述べ、1年目から活躍することを目標にしました。また岡田監督は椎葉選手について、いやめっちゃ評価高かったよ、残っとけと思ってた、行くなって思ってたと椎葉選手にかなり期待している様子のコメントをしました。担当の渡辺スカウトも、ストレートは今の一軍の投手の中でも通用すると思う、活躍を期待しているので怪我なく頑張ってほしいと語り、阪神の勝利の方程式の一角を担う投手になるかが期待されます。阪神タイガース3位指名は遊撃手山田修也。阪神がドラフト3位に指名したのは仙台育英高校の遊撃手山田修也選手です。山田修也選手は5歳から荒町タイガースで野球を始め、小学校6年生の時にはアンダー12の侍ジャパン代表としてプレーしました。中学では仙台東部シニアに在籍。その後仙台育英高校に進学すると、1年生の春から背番号18をつけてベンチに入り、その後遊撃手の定位置を獲得しました。2年生の夏には東北地方の学校としては史上初の全国優勝を経験し、キャプテンを務めた3年生の夏には甲子園で準優勝の成績を収めました。アンダー18ワールドカップ台湾では2番打者として遊撃手兼三塁手として全9試合に出場し、打率1割9分、ホームラン1本、2打点、高校通算18本塁打の内野手です。ドラフト3位で阪神から指名された山田選手は、まさか3位で呼ばれるとは思っていなかったと驚きの様子でしたが、夢にまで見ていたプロ野球という舞台に挑戦することができて本当に良かった、運命かなと思いますし、またあの舞台甲子園で野球ができることは本当に良かった、阪神は日本シリーズにも出場する力のあるチーム、持ち味の守備力と走力を磨いて早く戦力になれるように頑張りたいと意気込みを力強く語りました。ドラフト指名後に山田選手のもとへ訪れた阪神の畑山俊二統括スカウトは、走攻守揃い次世代のチームを背負う期待の選手と高く評価しました。また目標とする選手の一人に同じ名字の山田哲人選手の名前を挙げ、打撃もそうだし走塁技術もすごく高い選手、将来的にはそういう記録トリプルスリーを作れるようにやっていきたいと、阪神の山田として活躍できる日が近い将来来るのかファンの間でも期待されています。阪神タイガース4位指名は遊撃手百崎葵。阪神がドラフト4位に指名したのは東海大熊本星翔高校の遊撃手百崎葵選手です。軟式野球を小学3年から始めた百崎選手は、中学時代を熊本市水ボーイズで過ごしました。その後東海大相模高校に進学し、1年生の春から試合にベンチ入りし、秋には3番打者として遊撃手のレギュラーポジションを獲得しました。しかし2年生の春に東海大熊本星翔高校へ転校、高校3年生の時には甲子園に出場し、初戦で敗退するものの注目を集めました。特に目立つのは打撃の才能です。コンタクトがうまく、初球から力強いヒットを打ち分ける能力があります。東海大熊本星翔高校に転入してからの2023年夏には公式戦でデビューを飾り、1本塁打と5打点、打率3割8分クリーンという素晴らしい成績で県大会優勝に大きく貢献しました。甲子園でもヒットを放ち、高校通算39本塁打を記録するなど長打力も魅力的な選手です。百崎選手は野球部の仲間や母親と共にドラフト会議の中継を見ており、自分の名前が呼ばれた瞬間、周囲は大喜びとなり、本人も感激の涙を流しました。ドラフト指名された百崎選手は、一番誰に報告したいかという記者からの質問に対して、百崎選手は、一番はお母さん、天国のお父さんにもありがとうと伝えたいとコメント。高校時代は一番遊撃手だった百崎選手は、阪神でも積極的なバッティングと選球眼が得意なので、チームに勢いを持っていけるように一番を打ちたいとリードオフマンに強いこだわりを見せました。百崎選手は守備では木浪聖也、打撃では森下翔太選手を目標にしており、守備が苦手なので木浪さんのように上手い選手のような守備をしたい、守備のことをたくさん聞きたい、打撃では身近な森下さんに聞いて学んでいきたいと意気込みを口にしました。阪神スカウト陣の評価も非常に高く、パワーがあり広角に打てる選手、走攻守が揃っていてバランスが良く穴がないと高評価。高校での39本塁打を記録したスラッガーが、数年後阪神の打線の要として活躍するかへの期待が高まっています。阪神タイガース5位指名は投手石黒裕也。阪神がドラフト5位に指名したのは JR 西日本の投手石黒裕也選手です。
石黒裕也選手は小学1年から藤里スポーツ少年団で野球を始め、中学では保守兼投手でした。高校時代には成城高等学校で投手に専念し、2年生の秋からはエースとしてチームを牽引。3年生の夏の愛知大会では準々決勝で敗退しましたが、2回戦で強豪の東邦高校を破る勝利を収め、注目されるようになりました。高校卒業後は JR 西日本に入社し、3年目の2022年には最速151キロのストレートとカットボール、スライダー、フォークを武器にチームのエースとして活躍。都市対抗野球大会の中国地区二次予選では全試合に先発し、特に第2代表決定戦では延長11回1失点で完投し、チームを4年ぶりの大会出場に導きました。制球力が向上し、相手打者に対して戦略的に投球できるように成長し、強気の投球スタイルで大学、社会人選抜にも選ばれるなど注目の投手となりました。2022年ドラフトでは5球団から調査書が届いたものの指名漏れしましたが、2度目となる2023年ドラフト会議で阪神から5位指名を受け、昨年の雪辱を果たしました。指名を受けた石黒選手はドラフト直後に、1年越しの指名で嬉しい、ほっとしていますと笑顔でコメント。またプロに入って対戦したい選手を聞かれ、中日の石川昂弥選手の名前を挙げました。石川昂弥選手とは成城高校3年の時に夏の県大会の2回戦で対戦しており、当時は8回コールドで破っています。石黒選手は、お互い成長している、環境が違うのでまた違った結果になるかもしれないけど、それはそれで受け止めて自分の成長につなげたいと再戦を熱望しました。 JR 西日本の田村監督は石黒選手について、肉体的、技術的、精神的にプロで通用する選手、レベルが高い環境でさらに成長してほしいと期待を寄せました。石黒選手は粘り強く、スタミナがある選手、即戦力ルーキーとして先発の一角に食い込めるかが注目です。阪神タイガース6位指名は投手、津田淳也。阪神がドラフト6位に指名したのは大阪経済大学の投手、津田淳也選手です。指名後、大阪市内の彼の大学で行われた球団との指名挨拶では、津田選手は笑顔で、ずっと甲子園で投げることを想像していたと語り、友人たちからの LINE や Instagram の DM 含む400件以上の祝福のメッセージを受け取ったと明かしました。奈良県出身の津田選手は、最速152キロの速球と多彩な変化球を使いこなす本格派の右投げのピッチャーです。小学4年生の時に軟式野球を始め、郡山南中学校に進学すると、四季のボーイズというチームでプレーしました。高田商業高等学校では3年生の夏にチームを県大会の準優勝に導きましたが、甲子園大会への出場は果たせず、その後大阪経済大に入学し、1年生の秋のリーグ戦からチームの一員として活躍。大学4年生の秋には最優秀防御率のタイトルを獲得しました。子どもの頃から阪神タイガースのファンであり、甲子園での試合観戦は彼にプロ野球選手になる夢を抱かせました。高田商業高校時代は夏の大会で準優勝を経験し、その後大慶大に進学して本格的にウェイトトレーニングを始めることで投球速度を大幅に伸ばしました。津田選手の両親は、一つ決めたことは必ずやり遂げると語りました。津田選手自身も、力強いストレートと緩いカーブを使い分けることが自分の投球の武器だとし、一軍で投げることを1年目の目標として掲げ、そのための練習に集中すると意気込みを示しました。練習熱心な津田選手は、将来の先発ローテーション候補として期待されています。阪神タイガース育成1位指名は投手、松原海。阪神が育成ドラフト1位に指名したのは、富山 GRN サンダーバーズの投手、松原海選手です。小学3年生の時に宇奈月ヤンキースで野球を始め、中学時代は富山東部ボーイズに所属。その後、広報高校に進学しましたが、甲子園には出場できませんでした。卒業後は社会人チームのロキテクの富山で4年間活動し、その経験を経て2022年に富山 GRN サンダーバーズに入団しました。変速3クォーターの右腕でありながら、最速156キロの直球が魅力のピッチャーです。実は独立リーグ出身の投手で初のタイトルホルダーとなった阪神の湯浅敦樹選手も富山 GRN サンダーバーズ出身で、松原選手はファンの方には阪神での富山リレーを期待していると思う、一緒の試合で投げることを実現できるようにとコメントし、支配下契約を目標に掲げ、阪神は強いチーム、まずはアピールしていち早く認知してもらえるように、中継ぎの一角に入れるように頑張っていきたいと意気込みを語りました。阪神タイガース育成2位指名は外野手、福島健因。阪神が育成ドラフト2位に指名したのは、白鵬大学の外野手、福島健因選手です。
福島選手は春のリーグ戦で1試合平均 2.5 盗塁、8試合で20盗塁を記録した俊足の外野手です。福島選手自身も思い切って1球目からスタートが切れる自信はありますと、足には絶対的な自信を持っているようです。また打率5割2分6厘でリーグの首位打者となり、最多安打、最多盗塁、最高出塁率のタイトルをすべて獲得しました。速さだけでなくパワーも兼ね備えており、リーグ優勝を争う重要な上部大学との試合でホームランも放っています。阪神から指名された際には、小学生の頃からずっと阪神ファンで鳥谷さんが好きだった、阪神に指名されて本当に嬉しいと語り、目標は同じ外野手で阪神のリードオフマンの近本選手。聞きたいことは山ほどあります。スタートの切り方やプロでの癖などの見抜き方など、一日でも早く支配下になってチームの力になりたい、スピードスターになりたいと近本選手への思いと意気込みを語りました。全体的な総括として岡田監督は予定通りと述べ、記者から100点に近いという質問に対して100点でええよとかなり満足の様子でした。結果的に投手中心となった2023年ドラフトで注目の下村選手をはじめ、一軍ですぐにでも活躍できそうな期待のできる投手を多く獲得しました。近年ドラフトで結果を出している阪神、数年後どれだけの選手が阪神の核として活躍しているかが見どころです。皆さんは今年の阪神のドラフトについてどのような印象を持っていますか？感想や意見などはコメント欄よりお待ちしております。